はい、H100 です。ですね、前回のスプリット S に引き続き、また今日もフリースタイルハウツーをやっていこうと思うんですけど、前回のスプリット S について多くの反響をいただいてありがとうございます。大変驚いております。結構みんな、楽しんでくれてたっていうか、参考になりましたっていう方が結構いて、ちょっとやった甲斐があったなと思いました。でですね、今日は、パワーループを練習しようと思います。実は結構このトリックは、簡単だって思われがちなんですけど、で実際にただパワーループするだけっていうだけだと割とすぐできるんですけど、これを何か対象物を加えてやろうとすると、結構難しくなるし、うまくやろうとすると結構奥が深い技なので、どの順番でやろうかなとちょっと悩んでいたんですけど、一応これを2回目のトリックとして今日はやっていこうと思います。じゃあパワーループとはどういう技かっていうと、簡単に言うと、この機体が一周ぐるっとゆっくり大きく回る感じですね。フリップ、後ろフリップはこうぐるっと回る感じですけど、それに対して回る。で最初は何もターゲットないところでやって、で後ろになる感覚を掴んでもらって、ぐっと一周回る感覚、スロットルをここでぐーっと入れて上に上がって、ここからは抜き気味で、であと後半はスロットル入れながら綺麗な円を描くように戻ってくるんですけど、ここの戻ってくる部分っていうのは前回練習したスプリット S とほとんど同じ感覚なんで、このシリーズを続けてやってれば、おそらくそんなにここの部分は苦労しないと思うんですけど、やっぱりこの上がっていって後ろに回っていくっていう部分が、どうしてもここからは空しか見えなくなるんで、自分の機体がどういう状態にいるのかっていうのが分かりづらいんで、そこは練習を積んで感覚を、掴む感じになると。で今日はゲストにキッシーさんを迎えて一緒に練習したいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いい参考になりました、キッシーさんはパワーループは結構やりますか？苦手ですね。タイプ。じゃあ今日はここにちょうどいいオブジェクトがあるんで、こういう白いやつ、端のところをぐるっと回るように練習できればなと思ってます。結構こういうアイテムがあると割とその練習しやすいし、映像映えすると思うんで、最初一番難しいのはやっぱり結構周りでもパワーループ練習してる人を見ると、こう入って何かをパワーループでくぐろうと思ってパワーループをしようと思ったら、結構そうこう行ってプッて見えるところに行くと越してないパターン結構あって、やっぱりこうドローンが前にこう進んでるんで、勢いよく進んでるんで、こっちに機体を持っていくまでの力を結構入れないと上に行くだけになってる場合があって、そこでパッて見えるようにすると超えてない。でフリースタイルやる人ってカメラ角度が25とか30とか低いんですよね。低いから余計に機体を相当こっち側まで持ってこないとこっち側にあるものが見えない。レーサーの人とか45度ぐらい角度があると割ともうこの辺でもこれがくぐろうとしてるものが見えてたりするんで、これぐらいで見えてるとまだこう上に上がってこっちに行く余裕があるんで、割とずっとこれを見ながら動かせる。でもフリースタイルの人たちは相当こっちに向かないと見えないんで、やっぱりこの辺から機体をくぐる頃に水平にするのを意識して、ここからぐーっとまっすぐ上がって超えたな、これ以上上に行ったなと思ったところでこういう風に見る感じですかね。で最後にコツとしては、この辺で結構ちょっと強めにスロットルを最後入れてあげると
この飛んだ勢いでここの円を調整できる。これ以上行くとこっちにすごい勢いで落ちていくんで、こっちのものが見えるときにスロットルは入れないでグライドするだけで超えたところでリカバリーをするっていう感じですかね。ナイス。あ、やべ。こうなる。なりがちですね。これが入れる。さっきのやっぱり入れるのが遅かったっすね。ああ。やべ。ナイスです。ダン食ってない。上がるのが遅いんですかね。上がるのは大丈夫、大丈夫だと思う。でも切り返しがパワーループグーッと上がってその戻る時が結構、はい、クイックにスティック入れるじゃないですか。はいはいはい。なんでもうちょっと円を均等に描く感じの方が。なるほど。うん、ナイス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 。今の全然超えれてた。本当ですか。うん。結局やっぱりあの橋に当たるっていう恐怖心があるんで、これをどうしても大きく入れちゃいがちな感じですね。今だとコード取っちゃうんですよね。うん。なのでその後ろのこの橋の後ろにある茶色いオブジェクトを指標に位置表に自分がどの辺まで上に行ってるのかと、自分がその白い橋に対して前なのか後ろなのかっていうのを横にあるものを使っているような状況にいると結構やりやすいんで、まあ向こう側から来て、でもしそのカメラアングルに FPV カメラのアングルに後ろの茶色い建物が入るようであれば試してみるのも、そういうやり方もありかもしれないですね。でそうですね、でどうしてもこの入れるときにこの白いのにバーンってぶつかっちゃうんじゃないかっていう恐怖心があるんで、そうですね、この場合はどうしてもこの状態でスロットル入れるとすごい勢いで地面に落ちていくんで、そこの感覚をつかむ感じですかね。で機体がこれぐらいのときにスロットルを入れれると、あとはこういう風にこの状態にすれば結構ドローンって横に飛んでいくんですよ。一番空気抵抗がなくなるんで、うん、このままだとどうしてもこうパッて入れてこのままにしておくと、やっぱりペラがちょっとアイドル状態で回ってるんで、あんまりこっちに流れていかないんですよ。なのでこうちょっと力入れた後に機体をこの状態にしてあげると結構こっちに流せるんで、その勢いでこの橋を越えれるような感覚を覚えると、パワーループ特に横が長いものをパワーループするときとかはその技を覚えておくとやりやすいです、うタグさんは F4 なんでね、このスクリーンをこのまま見れる。ナイス。いいですね。
ウォーイエアナイスやっぱりあの垂直に降りてリカバリーしてもプロポッシュしないのはタグさんがすごいチューニングしてるからですか。いや、スロットルマネジメントですね。いや、さすがですさすがです。あんなに垂直に降りてるのに。そうそうそう。いや、やっぱキスすげえな確かに全員キスだ。やっぱりこうフリースタイルはキスですよね。そうなるよね、すごいですね、安定感が。パワーループは結構練習したからな、やっぱり。いいですね、いいですね。白い棒をなるべくスクリーンに、今白い棒がちょっと遅いよね、見えるのが。そう、見えるのが遅いのと、画面の上に行きがちなんで、画面の中心に収めつつずっと一周するようにすると絵的に綺麗かも。そうだね。もうちょっと早く見えればいいんだけどね。うん、ナイスナイス。そんな今のいいっすね、うん、今のいいです。あ、人がいるな。人今降りました。でかいの行く。おお、ナイスSaisho練習するにあたってはおそらく対象物じゃなくて普通に何にもないところで一回ぐるっと回って、そのパワーループってどういう技なのかっていうのを覚えてもらって、その後に今度は実際対象物でやるってよりかは、それをなんだろうな、行って超えて、そのなどれぐらいでこれをこのループ超えてこう行ったらこれよりも戻れるのかっていうのを何にもないところで試すといいかもしれない、うん、そうすると結構あ、これじゃ足りないんだっていうのが分かる。あと大きいこういう建物があったら、この建物を横でまあ見ながら、でもこれちょっと難しいかな、うん、できるかもしれないで、この橋に関しても横にこの水門があるんで、この水門をちょっと視界に入れながら回ると、まあでもやっぱ見えなくなるんだな、低いから。やるといいかもしれない。おっと今入ったよね、中に入って出てきた。うわやべえ、やば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 。狙ったんですよ今。いや狙いました、もちろん。オッケー、当然だよね。中入って出てきたけど、そう、そう、そうそうそう、こうぐーっと早く行くと切り返すのにもすごいパワーがいるんで、最初はゆっくりめに行って、で十分に高度を上げて反対に側にスロットル入れるといいかもしれない、最初の練習としては。うん、うん、で徐々にこの間隔を狭くしていって、今は足りなかったな、やっぱ間隔だから足りないっていうことが結構あるですね。でこの下の方から入るよりかは、この橋の対象物の上の方から入った方が、上げなきゃいけないスロットルの部分も小さくて済むんでやりやすいかも。なので実際にこの深いところでパワーループするよりかは、このこっち側の浅い方の方がメイク率は多分高くなると思う。うん、でも戻りが結構こっちの方がタイトになる、その代わり。なるほど。うん。
狭いところに入っていかないといけないから、うん、なのでこっちの深い方でやるんだったらこの真ん中ら辺であんまり上昇しなくてもいいエリアでやるといいかもしれないです、うん、最初戻りタイトなのはむずいよね。そうですね、最初戻りタイトなの難しいと思います、うん、でさっきタグさんにお伝えしたんですけどこの対象物がずっと画面の真ん中に入るようにすると、はいはいはい、楽しいですよね、映像としては、うん、あと今こっちにすごい寄ってきているんで、まあ、ピッチ入れるときにロールを入れないようにするのも一つのコツですね、うん、今日風がないんで基本同じ場所でずっとできなきゃいけないはずです、うん、多分無意識にロールをちょっと入れてたんで、もうちょっとタイトにいけますか、もうちょっとタイトにいけますよね、うん、いける、おお、うん、どうでしょう今回のパワーループ。あんまり教えられることがなかった、うまく教えられなかったんですけど、とにかく感覚をつかむっていう、ブラインドで、まあ、どうしてもブラインドで操作しなきゃいけないところが出てくるんで、そこの部分を回数こなして感覚をつかんでいくっていうところしかないように思います。あまり参考にならなくて申し訳ないんですけど、今回そんな感じです。キッシーさんはパワーループなんか学びありましたか？そうですね、やっぱ感覚とあと練習ですかね。感覚と練習に限りますよね。なんか見えるものがあればそれ狙ってできるからいいんでしょうけど、うん、やっぱより本当に見えないところに行くんで難しいですよね。難しい、本当手で慣れないといけないっていうか、自分のどういう角度になってるかっていうのを把握してないと危ないですもんね、うん、頑張ります。続いちゃったタグコプターさんはやっぱりなんだろうね、はい、上に上がってはい、この超える時のスロットルの入れ具合がやっぱりなんだろう、なかなか感覚で覚えるしかないと思う。そうなんですよ、そこがやっぱりなんだろうな、結構時間かかるんじゃないかな、うん、だから意外と最初からできるんだけどめちゃくちゃ奥が深いっていうか、そうそうそう、難しい技ですよね、はい、うん、でそのパワーループするものによってまたちょっと感覚が変わってくるよね。うん、そうですよね。例えば今回のやつは幅狭で高さもないけど、うん、小さい棒じゃないですか、この橋が。これがまた木とかになると、そう、木だとグイーンと上に上げなきゃいけない、うん、うん、でそのそこの感覚もまた覚えなきゃいけないですよね。で木じゃなくて屋根とかだともっと難しくなるですよね、幅が、うん、幅長になると。そうですね、屋根を超えるまでスロットル入れて飛ばさなきゃいけないんで、うん、うん、といういろんなバリエーションがあるんで、それぞれで、まあ、背面でとブラインドでうまく操作できるようになるのを何回もいろんなもので練習して、うんうん、とりあえずどこでも練習はできるよね。確かに、うん、どこでも練習はできる、パワーループは。そんな感じですね。では皆さん、また来週。